2021年 J2 リーグ第16節 VS 大宮アルディージャー。おはようございます。ということで、5月の最終戦となりました。我々5月はオレンジのアウェーチームに始まり、オレンジのアウェーチームで締める、そう VS 大宮アルディージャさんでございます。公共 FM ダービー、我々ジェフのバックについているのは、そうベイ FM さんだ。そして大宮さんのバックについているのは、もうスタジアム名でわかるね、ナックファイブさんがついてる。これ両方ともね、あの個性豊かな DJ さん、そして色とりどりの話題を僕らに届けてくれる有名 FM 局でございますけども、この2大 FM 局がバチバチ火花を散らす一戦と勝手によっちゃんは名付けさせていただきました。まあここからちょっとね、僕のちょっと私的な時間になるかもしれないですけれども、僕はあのナックファイブさんのスタジオにも行ったことあるし、ベイ FM さんのスタジオにも行ったことあるんだ。僕はあの本名桑原圭一っていう、あのナレーションとか声優とかやらせてもらってるんですけどね、スタジオにお邪魔することもあるんだ。だから何が言いたいかっていうと、両 FM 局の関係者の皆様、本当に申し訳ございません。そしてさらに言わせていただきますが、いつでもオファーをお待ちしております。はい、で今日の対戦相手の大宮さんでございますけれども、苦しんでますね。暫定で21位になっております。まあ、本当に誰がこの現状を予想したかって話なんですけれどもね、よっちゃんなりに今大宮さんが苦しんでる原因みたいなものをちょっとリサーチしてみました。で、もともとね、大宮にいる選手たちの皆さんね、ちゃんと個の能力ある選手ばっかりなんですよ。にもかかわらず苦しんでしまってる要因一つ目としては怪我人の多さ。いや本当に怪我人多すぎですよね。これね、大宮サポーターの方が一番辛いと思うんですけど、本当に怪我人が多くてうまく台所事情が回っていないというのが現状なんではなかろうかと思います。で、第2としてはこれはどのチームもハマりうる可能性だと思うんですけど、やっぱりね、ちょっとした不運が重なってしまって先制をするんだけどすぐ追いつかれちゃうとか、いい試合をしてるんだけどカウンターとかセットプレー一発で沈んでしまう。要はね、結果がついてこないことで自信をなくしてしまって、さらに消極的なプレーに走ってしまって、自分たちのミスからまた失点をしてしまうっていう、このまあジェフからすると他人事ではないですけれども、負のスパイラルにはまりかけているんではないかという点でございます。だからね、大宮さんね、我々の試合の前にそれやんないでくれってちょっと思ったんですけど、正直ね、何か流れを変えたいと思ったんでしょうね。岩瀬監督を更迭し、世界を知る男、ワールドカップウィナー佐々木則夫監督が暫定監督として就任いたしました。やっぱり世界を制した男でございますから、この今落ちている大宮の選手たちのメンタルだったりとかをぐっと上げてくれるような驚きの采配をしてくれるんじゃないかということで、前回までのリサーチっていうものがね、もしかしたら効かないかもしれないっていう怖さもあって、我々ジェフからするとこのタイミングかってちょっと嫌なタイミングでございます。まあなので現状苦しんではいる大宮さんではございますけれども、まあ、この力のある選手、テクニシャン黒川選手、支える帝選手で、あと我々ちょっと名前聞いた段階でアレルギーを起こしてしまいそうなね、イバ選手とかハスキッチ選手とか、そういう名だたる選手がいる大宮さん、さらにここに佐々木さんが加わった新生アルディージャ、相手にとって不足はないでございますよ。で、対する我々ジェフでございますけれども、前回米倉選手がね、怪我をしてしまいまして、代わりに今日は安田選手がサイドに入っております。相手のね、大宮さんがね、ビルドアップがうまいイメージがあるので、相手のサイドバックにうちのサイドハーフがつくのか、それともシャドウの選手がつくのかで、そうするとあの相手のサイドハーフが空いてくるか来ないかっていうサイドの攻防っていうのがね、鍵を握る一戦だと思います。あとは控えにね、伊庭選手がいるっていうこともあって、単純なロングボールもめちゃくちゃ怖い。このロングボール一発でやられないような強固なディフェンスラインっていうのもね、注目のポイントだと思います。なので強固な守備を見せて先制点奪って、追加点取って、今月オレンジのアウェーチームで始まったこのオレンジ3連戦、現在1勝1敗ですから、今日勝って2勝1敗で勝ち越して、5月を有終の美で飾ってやりましょう。では始めましょう、5月ラストの試合、行ってきます。よし、はい、アイキャッチのコーナー。よーし、で今回の対戦相手が大宮さんということで、大宮さんのね、なんかご当地グルメなんかねえかなと思って、いろいろこのナックファイブスタジアムさんまでね、駅から歩いてきたんですけれども、今回はね、珠玉の一品が一つ見つかったんで、こちらを紹介したいなと思います。バズン氷川団子でございます。
なんで氷川団子っていうかは分かんねえ、分かんねえんだけど、このナックファイブスタジアムさんの横に氷川神社っていう神社があるんですけれども、そこのね表参道っていうんですかね、この参道沿いに売っている氷川団子さんなんですよ。だから氷川神社の氷川団子で、今回はですねこちらのですね醤油、普通のなんかなんだろうな、オーソドックスな団子と、あとこっち海苔をまぶしてあるね団子の2タイプを買ってみました。まずは普通の団子ね。うん、もっちもちしてる。あ、優しい味、めちゃくちゃ優しい。あのね醤油なんですけど、濃すぎることもなく薄すぎることもなく、なんだろう、ちょうどいい塩梅というか、本当にね、うん、繰り返しちゃうけどちょうどいい塩梅。では続いてはこちらの海苔団子でございます。あ、これよっちゃんこっちの方が好きかもしんない。あのさっきの醤油の味にしっかりとね、あの海苔が絡みついてて、こう絶対画面じゃ分かんないと思うけど、この鼻からね磯の香りが抜けてくんすよ。あ、こっち好きだな。うん、こっちもねもちもちで、でも周りについてる海苔がすごくいいアクセントになってて、本当に非常におすすめです。こら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 、食べるぞ。はい、ということで2021ゼツリーグ第16節となりました。大宮アルディージャ戦はですね、見事、3試合ぶりの勝利となる2対0での勝利でございます。まあ、この試合はジェフからすると完勝の試合でございましたな。で、監督が変わってどういう風なサッカーをしてくるんだろうって注目した両サポーターだったんですけれども、大宮さんはすごくシステマチックというか、まあ 4-4-2 の形で来たと思うんですけれども、流動的にリトリートした守備だったりとか、サイドを深く割るような形で内を苦しめてきました。最後の最後で体を張っていたとはいえ、コーナーキックのピンチを幾度となく作り出されてしまったのは純粋に脅威でございました。なので前半はですね、サウダーニャ選手の個人技だったりとか、惜しいシーンは本当個人技頼みといったところだったんですけれども、そんな中チームで奪った得点で先制をさせていただきます。4試合連続のミキ選手のゴールで、ジェフが見事に1対0の先制をさせていただきます。やったぜミキー。でこのゴールね、大外でミキ選手が詰めるっていうゴールだったんですけども、このゴールまでの展開が素晴らしかったですね。まずミンギュ君のあの縦パス、すごいね、ミンギュ君あんなパス出せるようになったんだね。めちゃくちゃすごいいいパスでございました。で船山選手がそのパスを受けて、岡野選手の上がりを促すような、待つようなための作り方で、センターバックの一角にもかかわらずね、あの岡野君ちゃんとオーバーラップをして、今度は大外のミキ選手にディフェンスとゴールキーパーの間を鋭く通すようなグラウンダーのパスで、ここにしっかりと詰めていた男、ミッキー選手の4試合連続の本当に見事なゴールでございました。ただね、後半落とし穴がありました。キーパーへのバックパスをかっさらわれてしまって、あわや失点というピンチがありました。あのプレーはね、本当に新井翔太選手のうまさが現れたと思うんですけど、直接セーブしたわけじゃないんですけれどもね、相手との距離の詰め方が絶妙で、相手の黒川選手にボールが入ると見るや否や、あっという間に距離を詰めて、向こうからするとね、その距離を詰められたことで助走をつけられなくなっちゃったんですね。その助走をつけられなくなったことで、足首でコントロールするしかなくなってしまった。だから結果として外してしまったので、黒川選手からしてももちろん決めなきゃいけないと思ったシーンだと思うんですけど、新井翔太選手の隠れたビッグセーブでございました。でね、本当にうまいもんでね、ピンチの後には何がある、そう、チャンスがあるんですよ。その直後でございました。お次はね、 M ではなくね、S がございました。そう、マテウス・サウダーニャ選手のゴールで2対0とさせていただきます。あのゴールは本当にミキ君とあのサウダーニャ選手の2人で取ったようなゴールだと思うんですけど、
サウダーニャ選手がこぼれ球拾ってね、前にいたミキ選手の足元に鋭いパスを送り、ミキ選手が相手ディフェンダー2枚を、切り返しで突き放し、で中央に入り込んでいたサウダーニャ選手に折り返す。でサウダーニャ選手、あれ普通はさ、なんだろう、あのタイミングで打つかね、すごい速いリズムでね、アウトフロントにかけた強烈なインパクトのあるボールが相手ゴールキーパーを襲い、まあ、弾いたんですけれども、ボールの勢いがあった分ゴールマスに吸い込まれるという理想的な、本当にね理想的なゴールで追加点を奪わせていただきました。マジでね、サウダーニャ選手ね本当にすごいと思うんですよ。ゴールするペースが尋常じゃなく、もうこれで3点目でしょ、もう3点取ってるので、本当にザ・スケットの活躍をしてくれてますね。本当に欠かせない存在となってくれました。まあ、その後はね、イバ選手が投入されたこともあって、ロングボール、ロングスロー、あとコーナーキックとかね、触れば1点ですっていうような割り切った攻撃をしてきた大宮さんでしたけれども、最後の最後で新井翔太選手のビッグセーブもありつつね、こう右足一本ってところもありつつね、実に4試合ぶりの、クリーンシートで、見事な見事な2対0の完勝を収めさせていただきました。で、この試合を振り返ってからっていうわけではないんですけど、ちょっと心配だなと思ったのは大宮さんでございました。うちが勝ったから言うわけじゃないんですけど、今日ミスが多くて、そこ繋いでほしいっていうところでポカをしてしまったりとか、体を張り切れないところとか、やってる方向性は間違ってはいないんだろうけど、なかなかそれが結果に繋がってなかったりだったりとか、本当に歯がゆいようなシーンの連続だったかと思います。それでもね、大宮のサポーターの皆様は最後の最後までしっかりと拍手を送って、この苦しい状況の我がチームに対する期待だったりとか、あとはそういう自分たちの信じる気持ち、信頼だったりとかをしっかりとチームを応援するために鼓舞していたかなと思います。アウェイに来たからこそ思うことなんですけど、相手チームのサポーターも僕たちジェフサポーターと一緒で、目の前の自分たちの応援するチームの喜ぶ姿だったりとか、勝利する結果だったりとか、そういう勝負にこだわる姿勢とか、前向きに戦ってる姿勢に期待をしてスタジアムに足を運んでるんだと思うんですよ。だからちょっとね、上から目線に聞こえるかもしれないんだけど、昨日までのジェフを見てるような感じがして、よっちゃん的にはすごく大宮サポーターの方に、まあ、同情なんかいらないって言うと思うんですけれども、すごく気持ちが分かるような試合でございました。次福田電子アリーナでね戦うときは、お互いにめちゃくちゃ調子のいい状態で、めちゃくちゃいい試合が、熱い試合ができればいいなと思いました。大宮サポーターの皆様、本当に今苦しいと思うんですけれども、頑張ってください。はい、はい、はい、次の予想の時間です。前回溝口くんの口車に乗せられ、ありえないようなスコアの予想をしてしまったがばっかりに、今回 2-0 っていう手堅いスコアを外してしまった千葉翔です。なので次は堅実に予想をしていこうと思うよっちゃんだ。次の対戦相手、こちらも監督を変えてから好調になったチームでございますね。モンテリオ山形さんでございます。山形さんは監督を交代してからめちゃくちゃ上り調子になっているっていうチームでございますけれども、今日の大宮さんもそうでしたけれども、山形さんもねちゃんと実力のある選手が揃ってるからこそ、足並みが揃った時の強さってのは我々よく知っているんでね、このチームに対して我々が積み上げているものがどこまで通じるのか、さらに言えば去年1対5での大敗を喫してしまってるんで、そのリベンジをかましたような試合なんでね、勝ち以外は絶対ありえないでございます。はい、はい、じゃあ今回もですね、スタッフの方の予想もいただいて、数打って当てておこうと思うよっちゃんでございます、番組的にね。ではどうぞ。2対1。まあ確かに前回あれですからね、1対5で大敗も食らいましたし、何より調子を上げている山形さんに無失点で勝てるかどうかって確か怪しいっちゃ怪しいので、2対1。まあでもそれでもジェフの勝ち以外やっぱありえないですね。絶対勝ちます。じゃあ千葉よしおでございます。前回夢にかけたからな、今回は現実的に行くぞって言ったんですけれども、それを裏切るような結果になってしまうかもしれませんが、僕の予想はこちらです。3対0。分かってる分かってる、また夢見たろっていうの分かってる。でも考えてみてくれ、ミキ君今回4試合連続のゴール決めたんだ。
でサウダーニャ選手も上り調子なんだ。で古巣山形との対戦相手になる大月選手がいるんだ。大月選手にゴールを取ってもらいたい。でもサウダーニャ選手、三木選手にもゴールを取ってもらいたい。じゃあ全部取っちまえ、3対0。でもね、ちょっと真面目に言うとね、今好調になってきた山形さん相手にホームで3対0なんていう勝利をしてごらん。めちゃくちゃ強くなったって胸張って言えるでしょ。なのでそういう意味でも僕たちのチームに夢を見るっていうようなスコアなの。うん、以上。はい、お送りしてきました千葉翔でございます。今回も動画最後までお付き合いくださった皆様、本当にありがとうございます。改めてめちゃくちゃ嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しい。これで5試合負けなしとなりました。今月頭にね、新潟にアウェーで敗れて以来、それ以来負けなしでございます。ただ新潟に敗れたとはいえ、あの試合も僕たちの今後の形ってこれでいいのかなっていうのを、なんか手応えをつかめたような一試合でもあったので、改めて5月を振り返ってみると、僕たちがやってる方向性、正しい形はこれなんだっていう積み上げ始められた月だったのかなとも思います。リーグ前半戦の21試合まで残り5試合となりました。残り5試合もね、今やってる僕たちの自信、積み上げてきたものをさらに積み上げることができたら、残りリーグ後半の21試合でもしかしたら奇跡を起こせるかもしれません。そんな期待感をみんな声高に言えるようなチームの雰囲気にもなってきたのが最大の収穫だと思います。次の山形さん、確かに強いと思います。でもホーム福田電子アリーナで勝てるようになったら、ますます手がつけられないいいチーム、怖いチームになれると思うので、次の試合も勝ってやりましょう。ではまた1週間頑張っていきますよ。いきます俺たち。 I just...